カッポレの梅坊主。アホだら、今日も、有名だった。最晩年の姿。法年栽培坊主とは、カッポレの名人として後世に知られる芸人。略称、梅坊主としてもよく知られる。本名は、松本梅吉。江戸生まれ、兄の平坊主没と共に、元人坊主であった。神田から、下屋一帯で門付けをしたり、長屋仲間である何は説、デロレンザ門などの芸人ともに、 アホダラ行で、秋葉、原などの開きに出たりしていた。有名になってから証言も変わるため、初期の実態はわからないことが多い。本生の松本にちなんで兄と共に、松本幸四郎一座を作る。カッポレだけでなく、茶番狂言、にわか芝居、道家芝居のようなものを仕組んで興行していた。座員は、兄弟、太閤の藤吉、初坊主、八家の重吉、消し面の藤吉、 南京豆の米吉は、島内のお荷松に、三味線二名からなり、他に、伊勢温度、掛屋の軽口芸などもしていた。1886年1月、不入りだった、活力物の歌舞伎で、カッポレでも踊れと新聞に投書された九代目、市川團十郎に、新富座でカッポレを教え、團十郎は本当に、舞台でカッポレを踊る。 この工業が大好評で、芸者集は座敷で踊り、市中にカッポレは一層普及する。1893年に市沢渡米し、サンフランシスコの劇場に出るが、低俗悲哀な演技が不評で帰国する。このように社会の最下層と見られていた、ガンニン坊主出身では、異例の活躍をし、なおかつ芝、新阿美町に住むことを続け、隠さなかった。また、カッポレを、 よせげえとして明治、大賞をまたいで登場する。帝国ホテル演芸場などに出演、梅坊主だけが治って、カッポレの本家とされ、1924年、帝国ホテル演芸場での公演を長男に二代目梅坊主を名乗らせ、次男を平坊主とした。梅坊主自身は隠居後、法年祭太平坊と称し、晩年は関東大震災で倒壊した両雲閣に付属し、残った、 両運座に出演し続け、1927年に没した、住吉踊りは、法官の座敷芸としても人気を高めた、カッポレなどの音曲の掛け合い軽口、アホだら行の音源が残っている。以下は、SP レコードのレーベル部分、ありがとうございます。